で、私は今日は富岳とそれから武生系のスーパーコンピューターを用いた高超伝導と量子免疫体の解明に関してのお話をしたいと思います。で、共同研究者の方々はここに顔が出ている方々ですけども、特にジャン・モレーとミハル・シュミットが超伝導の計算の中心となっておりまして、イード・コートさんがスピン液体の方の第一原理計算の中心となって進めてきました。で、アウトラインですけども、まず最初に、手法に関する簡単なイントロダクションをした後で、基本的には動作が物超伝導体と、それから分子線形式であります DMITN の量子免疫体に関する第一原理計算を中心としながら、そこから得られる知見と、それから特にその中でも分数化の持つ意味について、お話をしたいと思います。で、まず手法の概略ですけども、今世紀に入りましてから競相関量子系の研究がモデル計算の時代から第一原理計算の時代になってきたわけですけども、で、その目標のために我々は 階層的第一原理競相関電子状態計算法と、MACE と略称してますけども、その手法を開発してきて、で、この手法は広く使われるようになっていますから、ここで詳しくご説明する時間はないんですけども、20年前に提案をした時には、20年前に提案した時には、制限 RPA 法というのを使ってました。で、LDA、水単関数法の LDA から出発して、CRPA 使ってソルバーで解くということをやってたんですけども、ここには2つ問題がありまして、1つ目の問題は何かというと、ダブルカウンティングの問題です。で、LDA の段階で、部分的とはいえ、電子相関取り入れられてますから、そこでソルバーでちゃんと解いてしまいますと、二重勘定してしまうと。その二重勘定を除くために、LDA をやめまして、コンスレント GW、という方法を使ってダブルカウンティングを除き、さらに自己相互作用補正を入れることによって、ハートリ部分のダブルカウンティングを除くということをして、完全に自己ダブルカウンティングの問題を除きました。もう一つの問題は、多軌道系になっていたときに、多軌道系では2つの軌道の電子線誘導が GW で解いたときと、それからソロバーで解いたときとが食い違うという問題がありました。で、これを補正するためにレベル補正、レベル繰り込みという方法を用いまして、セルフコンシステントになるようにしたと。で、この2つの手法によって精度が相当上がったわけですけども、それに加えて、ソルバーですね、ソルバーそのものが急速に進展しています。それらの進展も、我々の開発も含めて取り入れていくということをやってきました。で、そのソルバーですけども、出発点として今日お話しする計算のソルバーのところの手法は、最初の出発点は変分モンテカルロ法です。で、その、変分モンテカルロ法の最初の波動関数はペアプロダクトの波動関数でも BCS の波動関数みたいなものですけども、Fij が、ここにある係数 Fij が変分パラメータであると。で、もちろんこのペアプロダクト関数だけで十分なわけではなくて、これは化学の分野ではジェミナル、それから原子核の分野ではハートリフォク・ボゴリューボフの波動関数として知られておりますけども、これだけで十分でないのは明らかでして、で、そこで、グッズビラ因子とかジャストル因子とかっていうものを相関因子を取り入れますし、ハミルトニアンの対称性を回復するための量子差異も取り込んで精度を上げます。で、この手法についてはオープンソースとして MVMC という名前で、マテリアプスで公開されてますから、ご存知の方も多いんじゃないかと思います。で、これを出発点としますけども、ここにはバイアスが入る可能性がありますので、それを系統的に除くために、物理自由度とカップルする、イージングハミルトニアンを導入して、そのケース、パラメータを変分パラメータとして、さらにそれを最適化すると。いわゆる制限ボルツマンマシンをそこに導入して、ニューラルネットワークの手法を取り込むわけです。で、これによって、例えば J1、J2 ハイゼンベルグ模型のベンチマークのテストがしばらく前にやられましたけども、今ここで開発した手法が、世界的に見ても他の DMRG とかそういうのと比べて、二次元系で最も精度が高いというふうになっております。で、この手法を使って、まず動作化物の第一原理計算をしようというわけですけども、4つ化合物がここに掲げてありまして、5つですね。TC が1桁以上違っています。
で、この物質依存性をちゃんと理解できるのかというのを第一原理計算でやろうというわけです。で、そのために今先ほど申し上げましたメイスという手法を使って、有効ハミルトニアを導くわけですけども、例えばこの4つの化合物のバンド構造は、さまざまにばらけているように見えるわけですけども、フェルミレベル近くのバンドだけに注目しますと、それは1つのバンドしかありませんで、でこのバンドのキャラクターはみんな一応同じでして、カッパの 3D の X 乗、FY 乗と酸素の 2P 軌道が非常に強く混成してアンティボンディングバンドを作って、そのアンティボンディングバンドがここ の, バあのフェルミレベルを横切っているバンドです。ですからそのバンドだけ考えればいいというふうに考えて、残りのバンドについては繰り込んでしまってメイスの手法で部分体核を取ってしまうというわけです。でこういう話をしますと、依然として動産化物はもっとハパド型じゃなくて電荷移動型の物質だから、ガッパーの D と酸素の P の3バンドを考えなければいけないとか、あるいはドープされたホールは酸素に入るので1バンドの記述は不十分というのが、まあ誤解があるわけですけども、実際にボンディング軌道とアンティボンディング軌道のバンドをプロットしてみますと、まあ、こういうふうになってまして、でこのアンティボンディングと残りのバンディング、ノンボンディングのエネルギー差というのは、それぞれに生じるハーバードギャップの効果を考えてもオーバーラップしません。ですから、考える下の埋まっちゃってるバンドを考える必要がないということが分かるんですけど、実際に3バンドで解いてみますと、ボンディング、ノンボンディング軌道はもうほとんど全部埋まっていて、キャリアノードを変えても何も変化がありません。で、アンティボンディング軌道だけがキャリアドークされているわけです、ね。じゃあ、酸素に入るホールって何だったのかという話ですけども、これはボンディングとアンティボンディングによる規定で解いた場合でして、D と P の原子軌道をアトミックオービタルで解いてみると、確かに酸素、この水色ですね、酸素の軌道にホールが入っていて3バンドであるかのように見えるわけですけども、実際にはアンティボンディングしか関与していないということが分かります。ですからシングルバンドで解けば構わないということが分かるわけですけども、そうやってシングルバンドの、まあ、遠方のホッピングとか相互作用も含めたパラメータを求めますと、大体20個のパラメータがあって、それはここに示しているんですけども、その詳細はどうでもよくて、パラメータは非常によく似ています。4つの化合物ともよく似ています。ところがさっき申し上げましたように TC が非常にばらけています。例えば1つの例として局所相互作用を言うと、細菌節へのホッピングの大きさの比 U over T1 をとってみますと、大体どの物質も7から9の間に集中していますけども、 TC の方は1桁以上違う。で、この物質依存性をこのちょっとした違いで説明つくのかというのが問題になります。で、実際に1つの化合物カルシウムカッパ O2 の場合 TC110 系ですけども、ほとんど最適ドープのところで D 波の超伝導の相関関数を距離の関数としてプロットすると、ある一定の値に近づくと。でサイズ外装しても熱力学極限である一定の値に落ち着くように見えますから、確かにこの物質の D 波の超伝導を再現できたというふうに言えるわけです。で、今のは1つのドーピングノードですけども、たくさんのドーピングノードでこれを計算して、でさらに4つの化合物について、まあ計算すると、で10点程度のキャリアノードを計算して、かつ 36×36 までの数値のシステムサイズについてまあ計算するということで、計算時間はシステムサイズの3乗に比例しますから、まあ、膨大な減算になるわけで、まあ、無制限のスーパーコンピューターと富岳 の, おかげを被ってこれができたということになります。で、今のドーピングノード依存性を超伝導のオーダーパラメータのをプロットしてみますと、こういうキャリアノード依存性を示しまして、ドーム構造をとります。で、まあ、5% から 10% 以上で単調減少するわけですけども、これは実際の物質では超伝導のギャップですね、ギャップの大きさが同じように単調減少している様と、まあ、大変よく符合しておりまして、でこれは STM やそれから RPS の実験から得られています。じゃあオーダーパラメータの大きさそのものは何かと言いますと、これは MMSR の磁場侵入長から推定することができまして、オーダーパラメータの大きさは大体 0.1 ぐらいと、まあ、上村さんたちが出していますから、まあ、それも値もまあ定量的に再現していると。でこのギャップの大きさとオーダーパラメータの大きさの比っていうのは、平均場的な感覚から言いますと、これが引力の大きさです。
引力の大きさ G がこの2つから推定されるのは 0.5 から 0.6 エレクトロンボルトというふうに言うことができて、非常に大きな引力があるということが分かります。で、今のはオーダーパラメータの話だったんですけども、すみません、オーダーパラメータじゃなくて、一つの物質の話だったんですけども、物質依存性がちゃんと説明できるのかということで、ヨーバーティン1はさっき申し上げましたように7から9ぐらいしかないと。しかし、得られた熱力学表現のオーダーパラメータの大きさは非常にばらけていて、実際にヨーバーティン1の関数としてオーダーパラメータの大きさをプロットすると、7から8のあたりで急激に増大、系統的に増大していると。で、したがって、原子の物質の値はここに集中しているんだけども、そこに非常に敏感にオーダーパラメータが依存しているということが分かって、で、他のパラメータ、つまり遠方へのホッピングとか、サイトカイン相互作用の大きさとかを変えてみても、オーダーパラメータはあまり変わりません。ですから、U over T1 が主成、超伝導を制御するプリンシパルコンポーネントであるということが分かります。で、同時に、現実の物質はこの弱結合が、つまり、このピークの左側、U が小さい側に属しているということが分かって、弱結合領域にあるということも分かります。今のはオーダーパラメータの話だったんですけども、で、TC はどうなんだということで、TC、我々は有限温度の計算が今できませんから、直接計算をしてみせることはできません。で、これは将来の課題なんですけども、現実には、我々は今、ここにあるようなスケーリング則が成り立っているだろうということを、今までの計算結果から提唱しています。で、隣へのホッピングの大きさと、それからオーダーパラメータの大きさに比例していると。実際にカルシウムカップを移すと水銀のベースとの化合物の場合には TC の値がこのスケーリング則で大変よく説明ができると。じゃあもう2つのビスマス化合物でバリデーションをやってみますと、ビスマス化合物の場合にもおおむね正しく予測しているわけですけども、ビスマスの2201という1層の化合物の場合は注意が要するわけで、非常に大きなエラバーがあるように見えるかもしれませんが、これは計算のエラバーではないんですね。物質構造から来る不確定性から来ています。で、何かというと、ビスマス方面があります。このビスマス方面がスーパーモジュレーションという非常に長い周期での振動をしています。その非常に長い周期での振動そのものを計算することはできませんから、あるビスマス方面の位置で計算をするわけですけども、その時にビスマス方面がゆら、あのふら、あのふらつきますと、ここの頂点酸素ですね。8面体の頂点酸素の酸素の位置が微妙に動きます。それを動くと U over T1 が非常に敏感に変わるということは第一原理計算で分かっていまして、その結果からこの緑の先ほど示しました緑の点とか青の点がビスマス系はばらついているわけです。U over T1 の値が。そのばらつきを反映して、特にビスマス2201の場合はこの崖っぷちに位置しているものですから非常に激しくし、不確定性がある。ただ実際の化合物は、このボトルネックの場所で決まると、TC が決まると考えられますから、この加減が実験で与えられているというのは、非常にリーズナブルなことで、で、そういうのも含めて定量的に再現できたというふうに考えられるわけです。で、今のは今では第一原理計算、物質に即したパラメータでの計算ですけども、じゃあその現実の物質は一体全体のフェーズダイアグラムの中でどこに位置しているのかということを理解するために、得られた第一原理のハミルトニアに対して、局所相互作用の大きさをアルファで勝手に手で変えて、サイトカイン相互作用の大きさを具材で勝手に手で変えてみます。それが横軸にとってあるわけですけども、まず局所相互作用を U だけ変えてみた結果は青のラインになってまして、この場合の現実の物質は弱結合領域にあると言いましたけども、ですから2割ぐらい、アルファですね、U の大きさを増やしてやると、3、4割、オーダーパラメータが増大すると。で、一方、V の大きさ、サイトカインの相互作用の大きさを減らしていくと、どんどんオーダーパラメータが増えるということが分かります。で、というわけで、物質設計の指針は何になってくるかというと、まず U over T1 をちょっと増やしなさいと。それから V を減らしなさいと。で、あと全体のエネルギースケール、つまり T1 がスケール、全部スケールされているとしますと、T1 は全体として増やしなさいと。
その3つの、指針になりますけども、もちろん U 増やして V 減らしなさいっていうのが、現実としてそう簡単にできるわけじゃありません。で、まあ、ただ指針として、例えば、超低酸素の位置、さっき申し上げましたけど、超低酸素の位置が U に敏感になるということとか、あるいは基板の上に動産化物を成長させますと、長距離部分の相互作用と局所的な相互作用を独立に、まあ、制御することが、まあ、基本的にはできますから、そういうことが指針になるだろうと思います。で、これまでやってきた超伝導に関しての、今度は気候に関する知見ですけれども、ここにプロットしているのは、U に比例する項ですね、このダブル二重占有度に比例している項のエネルギーをプロットしたものですけれども、キャリアノードの関数として、ウェイトツになります。で、ウェイトツになるということは、このエネルギーはキャリアノードデルタで展開すると、デルタ二乗の項のケース B が負だということですけれども、B が負っていうのは、デルタ二乗の項というのは、キャリア間の融合相互作用の項ですから、これは B が負ってことは、総発的に引力が、これ非常にノントリビアルなことでして、もともと U の項というのは、すごい強い積力の項です。積力の項から、有効的には引力が生じているということで、なんでこんなことが起きるのかというと、元地全体ではこの EU の項の非常に損をしているんですね。で、ドーピングでそのキャリアが解放されますと、この二重占有度が非線形に急激に下がっているということをこれは意味していまして、で、これは、初め、リパルジョンが非常に強いところに押し込められていたやつが急に解放されると、有効的には引力になる。つまり、アトラクションバイリパルジョンという機構が働いていまして、で、これは別にグルーのいらない引力です。ノリを必要としない引力です。でも、電子の欲するところに従ってノリを求めずって、まあ、論語みたいな話ですけども、そういうような機構が働いているということになります。で、ところで、この上凸のカーブがありますと、両側に相安定な励起が、まあ、必ず生じます。で、ダブルウェルのポテンシャルが生じますので、そこに D と C という、まあ、相安定な励起が生じますと、これは何を見せるかというと、もともと1種類だった電子が、2種類の D と C という、フェルミオンの励起に分数化したということを意味します。で、分数化したと同時に、これ自体がそれぞれが固有状態ではありませんから、お互いの間に局所的な引力のことは今話していたということで注意してほしいんですけども、その局所的に量子的なトンネリングが生じます。で、混成が生じますから、一番、まあ、最も簡単な有効ハミルトニアンとしては、二成分のフェルミオン模型で C と D がお互いに混成している、量子トンネリングしているというハミルトニアンになると。で、実際この混成項が混成ギャップを生みまして、その混成ギャップが、超伝導で知られているギギャップになるということもこれでわかるわけです。で、以上が動産化物に関まつわる話ですけども、じゃ次に量子スピン液体の場合はどうかと言いますと、まず、量子スピン液体そのものが、高精度な量子多体計算によって続々と今、確定しつつあります。で、例えば、正方格子状のフラストレートした J1、J2 模型に関しましては、野村さんとここにありますように、J2 の大きさがある値の範囲で、ネイル状態と、それからバランスボンドソリッドに挟まれているスピン液体が安定であるということを、まあ、先ほどの高精度計算で示しまして、それでまあ一応コミュニティの合意も得られてきているというふうに思います。で、次の例が第一原理計算でして、先ほど申し上げました DMITN の第一原理ハミルトニアンを使って、それを井戸さんが中心となって解いたと。で、5種類の価値音からなる異なった化合物について、それぞれ反共時性と量子スピン液体を正しく実験を再現するように予測できたと。もう一つの例は、今度は3次元系でして、3次元のパイロクラ公式、ハイゼンベルグ模型で、リコポーレが中心になって計算しましたけれども、ここでは3次元系がエマージェントに、総発的に、まず対称性が、自発的対称性の破りがまず最初に起きまして、2次元への閉じ込めが起きます。で、2次元間の相関のカップリングがエフェクティブにゼロになりまして、で、さらに、この青と赤のサブラテスがデカップルしまして、結局、青か赤かを解けばいいということになってきまして、そうなると二次元形でスピン液体があるということがこの計算で示されました。で、この3つに共通する特徴があります。で、何かというと分数化なんですけども、例えば J1、J2 模型の場合に、
第一利益のギャップのディスパージョンを計算すると、パイゼロとパイパイのところに、もちろんゼロゼロもあるんですけども、パイゼロとパイパイのところにギャップレスポイントが出ます。で、これは非常に不思議なことでありまして、ネイル状態ではパイパイがギャップレスで、VBS ではパイゼロがギャップレスになるんですけども、その両方がギャップレスになるというのは、対称性のエアブレではまあ説明がつきません。で、ところが他の計算結果、特に第一利益状態の重みが非常に小さい、つまりコンティニウムがあるという計算結果とかと考えますと、フラクショナリゼーションが起きていて、スピンがスピノン、2つのスピノンにまあ分裂して、そのスピノンがこういうギャップレスのポイントを持てば、2つのスピノンの複合励起としてまあスピンを計算、スピンがギャップレスになるポイントが 0π と ππ にあっても構わないということになります。で、これが正しいかどうかということを、今度は第一原理の DMITN で計算をしてみますと、先ほどのペアプロダクトの波動関数の係数の Fij をフーリエ変換しますと、これがノードを持ってるんですね。プラス、青いマイナスと、黄色のプラスになります。これは D 波の超伝導状態の波動関数のハミルトニアンの平均版の規定状態の Fk の値とそっくりでありまして、実際にこの2つを比べると、開示上の誤差が10のマイナス4乗以下になってしまうというような非常に良い一致を示すということは、このプロジェクテッド BCS で第一原理的に現実の物質のハミルトニアンの規定状態がよく表されるということを意味しています。で、これは同じことが J1、J2 でも起きているし、それからパイロコラ光子でも起きていました。で、ここに共通する特徴があって、スピノンによる分数、スピノンへの分数化が起きたと。で、ここで分数化っていうのは一体何なのかという話で、ま、今までにも量子、ああ分数量子ホロ化の話なので出てきましたけれども、スピンチャージセパレーションとか、それからチャージやスピンのソリ、ポリエステレンにおけるソリトンとか、あるいはスレイボゾンとかスレイフェルミオンとかで、まあいろいろ分数化が議論されていると思いますけども、一つの電子が二つの自由度にパカッとボゾンとフェルミオンに分かれたかのように思っている方いるかもしれませんが、そうはなっていませんで、周りの粒子がいる雰囲気の中でですね、相関がある中で分子が自由度が浮き出してくるだけです。集団励起です。で、これはそもそも友永ラッチンジャリギッターを言った時の友永先生が、電荷水波とスピン水波の符号励起であるというふうに言ったということと符合するものです。で、動作が物の場合はどうか、それから量子スピン液体の場合はどうかというと、この場合には、先ほど言いましたように、ダブルウェルポテンシャルによる引力があって、この2つがエンタングルしていると。で、じゃあ、スピン液体の時はどうなったかというと、スピン液体の時には A 層、B 層、まあ、例えばネイル層とバランスボンドソリッドの層があって、やっぱりそこに古典型だと一次転移で隣接するような2つの層があって、ダブルウェルポテンシャルがあったわけですけども、そこに量子力学が入りますと、この2つの層の間のトンネリングがローカルに起き始めると。で、そうすると、その引力を使ってですね、どちらも引力を使って、BCS 的な、あるいは超伝導の波動関数が、フェルミオンじゃなくて、電子のベーシスとしては起きてくると。それが必然的に起きて、その BCS が、こちらの場合には超伝導になりますけど、これはプロジェクテッド BCS としてスピン液体になると。で、共通の分数化の規模があることがわかります。時間がなくなっちゃったので、まだあるのか。まだ1分あるんですね。一応まとめたいと思いますけれども、まず、4種類の動作化物について秩序パラメータ、TC の多様な物質依存性、それからドーピング依存性を含めて大量的に再現できたと。それから、超伝導の制御している主成分は何かというと U over T1 であったと。で、現実のパラメータを超えた計算をしてみると、実際には動作化物というのは、共結合側ではなくて弱結合側にいたと。で、より大きな U over T1 とか、より大きな T1 とか、より小さな V を実現するのが、まあ、物質世界の指針になると。で、引力の機構というのは必ずしもノリを必要としなくてですね、強烈なリパルジョンがあると、そこから自然的にそれが解放されたときに、有効的にアトラクションになってしまうと。で、これがその分数化も生んでしまうと。で、DMITN の場合にも、その量子スピン液体層を再現できたんですけども、これはスピノンへの分数化が現実物で支配されたんですが、両方に共通する特徴として、古典型だったら一次転移になっていた、あるいは相分離していただろうものが、量子トンネリングによって引力が生じて、その引力が
超伝導ベーシスの波動関数を安定化して、それが量子スピン液体と超伝導分だということになります。で、スピンへの電子分子化によるリアプレスピン液体層の出現というのが、この3つの経緯について特徴を、共通の特徴となりました。で、競争間効果やフラストレーション効果による創発引力というのが分子化の起源にあるというのは、この場合の例だということが分かります。で、時間になりましたので、アウトルックについては省略して終わりたいと思います。ありがとうございました。